ちゃっ、こんにちは。さあ、12球団優勝計画 A クラス入り計画、はい、2段目、はい、第2弾は今日はセ・リーグの2位広島、そしてパ・リーグの2位ロッテ、はい、この2チームを取り上げます。まあ広島はね、はい、もう明確に出てんだよ。とにかくやっぱ長打だよね。そこですね、うん、じゃないと夏場になってくると今までのピッチャーの頑張りもう素晴らしかったけど、はい、ある程度点がいるよね。そうですね、だから少し長打が欲しいな、はい、得点は確かにセリーグの中では下から2番目、はい、234得点、まあ、中日が211得点なんですけど、はい、なのでやっぱり得点力というところでは長打が欲しいですね。あの繋いだりだとか、はい、足だとかエンドランだとか、まあ、阪神戦でね、もうとにかく初球からエンドランかけたりだとか、うん、まあ、したことがあってそれをこう勝利に結びつけた試合とかそういうことはできるんだよ、うん、でもやっぱりねじっくり構えてここで長打が出たとか、はい、まあ、そういうことがやっぱり一つ欲しいな。そうですね、うん、だから1点を取ることに関して接戦で、うん、ここはうまいと思うんだよ、はい、ね、だけどやっぱこう序盤からこう優位に進めるのに、うん、ある程度長打が欲しいな。これ末金選手を待つのか、それとも末金選手の代わりになる誰か長打力のある、まあ、シャイナーを使ってるよね。使ってます。だからまあその前半戦の後半あたりで東から打ったようにああいうのが定期的に出てくれるとね、定期的に出るっていうのもちょっと難しいかもかな。まあまあでも2カードに1本ぐらいは出てほしいな。そうですね、あとはやっぱ末金がいつ戦列に戻ってこれるのかとか、はい、ピストルだけだと相手のピッチャーも楽だからな。そうですよね、だからそのフォアボールという副産物も含めてやっぱ長打が怖いバッターが増えるといいな。そうですよね、もしこれで長打がもううちは期待できないと分かったらもうつないでつないでつないでいくしかないっていうことにもう選択肢はそれしかなくなってますね。そうだな、あのね、ドリブラーはいっぱいいるんだよ、サッカーで、はい、うんうん、で最後シュート決めるやつがいないんで、ずっとドリブルしながら、そうそうそう、いやだから、あ、ドリブルしながら、あ、入った入ったみたいなことではさ、やっぱこう苦しいから、しっかり前半戦はね、そういうこう食らいついて戦って、うん、だけどこの夏場はそれだけではね、やっぱ乗り切れないと思うし、これ長打が期待できないっていうなると今2位ですけど、うん、これって順位って下がってくる可能性っていうのはあるんですか？いや、まあ、下に長打が打てるチームがいるから、ね、うん、でジャイアンツがなぜ1位になってるかっていうと、やっぱ途中からホームランが出始めたんだよね。でヤクルト戦でも2本出て、それが本当に価値のあるホームランになって、やっぱ長打の重要性というかさ、そういうのが浮き彫りになったような試合があったんだけど、やっぱね、今ピッチャーがどこもいいしさ、はい、ホームランで決着つくっていう試合が多いんだよね、うん、で、つないでつないでってなかなかつながしてくれないよ、うん、やっぱ中継ぎもいいし、球も速いし、そうなってくると誰か一発で決めてほしいっていう、うん、そういう時があるよ、やっぱ、うん、それを広島に求めるな。それができればもちろん優勝っていうのが十分可能性がある。ですよね、うん、ピッチャー陣はどうですか？先発中継ぎ抑え、先発はね、贅沢は言えないんだよ、うん、やっぱよく投げてるし、はい、本当に安定してるピッチャーが多いよね、うん、ただ中継ぎの島内、はい、やっぱ彼はやっぱボールの力は特別なものがあるし、彼がやっぱこう調子を上げて帰ってくることは条件だな、うん、で彼がハマったら本当そうそうは打てないし、はい、で左だったら森浦がものすごく成長してるし、うん、まあ、抑えは栗林がいるという、うん、ポイントで言えば矢崎だとか、はい、まあ、そういう人間もたくさんいるし、うん、そういうクラスの人間がね、そうなってくると、そうなかなか広島の投手陣っていうのはよくできてるよ。そうですね、うん、後半になって中継ぎ陣がまた疲れを見せてくるってことは全員ということはなさそう、うまい具合にこう回していきそうです、ね、まあ、うん、まあ、広島の先発投手陣ってスタミナもあるしさ、はい、ある程度長くは投げてくれるんだよね、うん、ただね、外でやってるから、うんうん、疲労度は結構あるんだよね。そうですね、うん、まあ、ただやっぱこう練習量だとかいろんなことを考えると広島の選手っていうのはスタミナはあるよね、うん、野手も含めてね、
だから、まあ、そこら辺での勝負は考えるけど、勝負が考えるって言ったら変だけど、まあ、そこら辺はあんまり心配はいらないかもわからないけども、うん、ただやっぱり量はいるな、うん、量はだから島内が抜けると痛いよ。そうですね、やっぱ8回ってやっぱ特別な回にもなってくる。でも森浦がやっぱ度胸よく投げてくれると、うん、まあ、そういうこともあるし、まあ、外国人もいるしね、うん、だからまあ投手陣は俺あんまり心配ではないんだよね。じゃあ広島がこれが抜けちゃったりこれがダメになると優勝厳しいよっていうのを今の現状の中で挙げると、これ愛さんが故障したらやばいと思う。キャッチャー愛さん、やっぱ愛さんはね渋いよ、うん、リードが、まあ確かに調子のいいピッチャーをリードしてる、はい、まあ、例えばその大瀬良だったり森下だったり、うん、でもそれは裏を返せば愛さんがかぶってるから調子がいいのかもわからない。他のじゃあキャッチャーだとまたちょっと違った違ったものは出てくる可能性はある、はい、まあだけど俺は愛さんはねやっぱね広島の心臓部だと思ってるから。おお、ちょっと太ってるからまあちょっとあのふっくらはしてますね、ふっくらし始めてるから怪我が心配なんだよ彼の。そうですね、うん、いやだから愛さんはやっぱポイントとして坂倉だけではちょっと厳しいような気がするな、まだ。あ、まだ、はい、うん、だから坂倉も頑張ってるけどさ、うん、だけどキャッチャーとしてだったらやっぱり1枚も2枚もまだ愛沢が上だよ、申し訳ないけど、はい、うん、だからその分坂倉がやっぱ打ってくれないとな。そうですよね、うん、打の貢献度っていうところですよね。そう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 、だから坂倉の長打が出始めると、うん、まあ、多少の解消はできるけどね、長打不足という、はい、まあだけどそこまで上がってこないやろ。そうなってくるとシャイナーだったりだとか、うん、まあ成果ね、はい、の復帰、まあ、新井監督もよく我慢してシャイナーを使ってたけどね。そうですね、まさかもね、あのタイミングであのまた上がってくるっていうふうには、まあまあそうだな、ね、まあだけど結果も出てるし、だからまあそこら辺はやっぱもうあそこは長打だけだと思うよ俺は。長打だけ、うん、足は使える、まあ、エンドランやらしたら上手い選手がいる、うん、で守備だって菊池矢野の二遊間なんか抜群だよ動きなんか、はい、で小園がサードに入った、うん、だから言うことないんだよね、うんうんうん、あとはやっぱ長打だな。長打が欲しい、うん、あとは相澤選手が怪我とかで抜けるようなことがあるとちょっと厳しくなる。俺はちょっと守りの要がいなくなるっていうのは怖いよね。そうですね。さあ続いてパリーグの2位ロッテです、うん、さあロッテ今2位なので、はい、ただ、まあ、ソフトバンクとは10ゲーム差、はい、これはちょっともう厳しいんですか優勝というところでは。でもいやまあ諦めたらもうそれだけで、はい、もう優勝はないよね、うん、だからまあ諦めないでいくとは思うけども、ただやっぱ勝ちに行くっていうのはリスクを伴わなきゃ勝てないから、はい、そのリスクを伴って下のチームに食われるっていう可能性があるから、はい、それだけはこう戦略的には避けたいよね、うんうん、だから無理はしない、はい、馬なりでは行くけども、でもそれは他球団も含めて、なんていうの、ソフトバンクが他球団にやられるようになってくると縮まってくるよね当然。そうですね、うん、でその時にあ食えると思ったら行くし、うんうんうん、いやこのままの状態でいくら頑張ったってさあ縮まらんぞって言ったら、やっぱもうクライマックスのこと考えた方がいいし、シフトチェンジしなきゃいけないわけですよね、うんうん、いやだから、まあ、そこら辺のやり方っていうのは多分難しいと思うロッテは。これは何月ぐらいまでにそのシフトチェンジするなりっていうのは、まあ、8月終わってからだな。でも8月終わりまでは一応、ね、優勝は可能性ゼロではないと思って、いやいや思った方がいいと思う、うんうん、下ばっかり気にしてたら落ちちゃうから、そうするとやっぱ上を追っかけないと。そうですよね、うん、あとはロッテの前半見た時に、うん、やっぱ岡が一番に入ると非常に流れが良くなってるんだよね、うん、だから岡の好調さを維持することと、やっぱ外が4番を打つこと、うんうん、あとはそうだな、調子のいいものをどう配置をしていくのか、うん、野手はそれでいいと。特に心配はないですか野手で、ここをあれしちゃうと難しくなるよっていう。いや上を狙うんだったら、やっぱ角中荻野だな、うん、をどこで使うか。で今高部とか藤原とか、うん、まあ、岡も外野ってなると、はい、入るところがないんで。そうですよね、うん、それは嬉しい悲鳴なんだけども、うん、でも悪けりゃ必ずやってくれるのが角中荻野なんだよ、確実にやるから、はい、だからここら辺をうまく使えると面白いと思う、うん、
そうですよね。でポイントゲッター外がいる、はい、外につながるようにしていけば、うんまあ、得点力も上がるだろうし、うんまあ、面白いとは思うけどね、うんうん、あとはね、うん、やっぱこう前半見てて山口の扱いをどうするかです、はい、山口も外野でしょ、うん、で外ファーストでしょ、はい、で山口を使うのか使わないのか、うん、使えるのか使えないのか、はい、ここら辺のやっぱり野手の見極め、うん、これがやっぱこうシビアになってくると思う。そうですよね。山口浩輝選手が戻ってきたことによって、うん、そこまで率残してよかった選手が一人弾かれるわけで、その見極めっていうのは例えば打率というか率が上がってこなければ、いやだから確かに彼はホームランバッターになりたいっていうことがあって、うん、ホームランも確かに打てるしね、はい、だけど試合の状況によって振っていいボールと振っちゃいけないボールとか、うん、振っていい時と待ってほしい時と、はい、カウントによって、うん、点差によって、まあ、そこら辺が分かっておいてくれればね、うん、これ岡はすごく分かってるんだよ。高部も分かってる、はい、であと一角藤原とか、はい、山口だとか、うん、そういったちょっと若手、うんまあ、ここら辺がやっぱこうしっかりした考えを持って野球をやってくれないと、待て打てを出せばいいんだけど、はい、はあっていうことがあるな。うん、だからそこら辺を覚えてくれるといいけどな。そうですね。まあ、やっぱね、優勝するにはね、みんなが同じような感性を持った野球をやらないと、はい、一方ではこうそれを忠実に守ってて、一方ではってなんか自分勝手なんていう、ここで打つみたいな、うん、いうのだとやっぱこうバランスが悪くなるよね、はい、気持ちの、うん、だからここら辺はこうピタッとこう合うようなその感じでやればいいけどな。そうですね、うん、投手陣に関してはどうですか。まあ、西野もまあそこそこ投げてる、まあ、種市もまあ村がある程度なくなってきた、うん、安定してきた小島、はい、まあまあいいよね。いいですよね、うん、だからそう悪くはないんだよ。メルセデスがさ、うん、前半こう勝てない時にはめちゃくちゃ良かったんだけど、はい、1個勝ってからボロボロになってきてるの。なんでなんどうしちゃったんですかね。どうしたのかな、うん、だから、まあ、そこら辺がやっぱ集中力を持ってやっぱ投げなきゃいけないしね、うん、で中継ぎにしたったら横山とか、はい、そういうピッチャーというものすごく頑張ってるし。そうですね、鈴木投手もそうですよ、ね、そうだね、鈴木もそうだし、あとやっぱこう抑えだな、まあ、増田投手ってことですか、ね、増田で持つのか持たないのかっていう、うんまあ、そういう不安材料っていうのも出てきてる、うんうん、だから、まあ、そこら辺を誰かと併用するとかさ、はいまあ、した方がいいかなっていうふうには思うけど、あの本当に怖かったのがやっぱ去年後半ロッテがすごい走ってた時に中継ぎがもう崩壊してしまって、まあ そうだね、はい、あのそういう状況になったのが去年のことであるので、後半どうなる、まあ、それとやっぱ佐々木朗希が投げる気があるのかないのか、そこなんですよね。だから佐々木朗希がやっぱこう故障してるっていうね、ちょっと状態が戻らないって言ってるけど、いつ戻るのかっていうのもすごく大切なことだし、はい、でもこのまま使わないでクライマックス行ってポーンと使うとか、あそしたら相手は嫌だと思うよ。そうですね、あだそこまでもう隠すのか、はい、ファーストステージは出ないで第2ステージから、はい、ソフトバンクがまあ仮に優勝するとしたら、うん、そこから使っていくってなるとさ、うん、そりゃソフトバンクも嫌だと思うよ。だからギャンブルって言えばギャンブルです。まあまあそうだね、うん、だから佐々木朗希が一つのロッテの鍵を握ってるとは思うけどね、俺はね。そうですね、まあ、ねいつ出てくるかっていうか、それもまだ見通し立ってないというか、何も発表されてないので、まあそうだね、うん、だからまあこのままね今年は投げないのか、はい、それとも体調戻って投げるのか、うん、ここも一つのポイントだと思うけどね、ロッテにとってはね。そうですね、うん、じゃロッテが今の2位から逆にガタガタガタと落ちていってしまうとすると、何が原因で落ちていく可能性って注意しなきゃいけない。これ野手はねある程度のやりくりはできると思うんだよ、うん、やっぱ投手陣だな、うんまあ、石川も復帰したばっかりで、はいまあ、どの程度持つかわからないし、うん、でも投げてる試合っていうのはもうしっかりした投球は見せてくれてるけど、うん、だけどどこまで持つのかね、スタミナがね、はい持つのかとかはちょっとまだ未知数なところがある、うん、だからまあやられるとしたらやっぱこう、まあ、昨年のように投手陣が、うん、
ちょっと崩壊気味になるというかね、はい、誰もいなくなっちゃうっていうか、うんうん、それはちょっと避けてほしいな。そうですよね、うん、そこをちょっとロッテは要注意と、まあそうだね、後半戦ですよね、はい、さあ今日はですねセリーグは2位のカープ、そしてパリーグは2位のロッテの、はい、A クラス入り優勝をかけての計画というところを話しましたけれども、はい、また次回もどことどこのチームがね、ピックアップされるのか、まあ、そうだな、はい、ちょっと楽しみにしていてください。大変だけどね俺も喋ってるの喋ってるどこが来るか分かんないから、まあ、そうだね、はい。